こんにちは。本日は東京都港区芝公園にあります東京プリンスホテルに来ています。ステイズホールディングス傘下の東京プリンスホテルは1964年10月10日に開催された東京オリンピックに合わせて同年9月1日に開業し、なんと今年で創業59年にもなる老舗ホテルです。周辺には増上寺や芝公園、東京タワーがあります。では早速中へ入ってみましょう。2005年にザ・プリンスパークタワー東京が隣接して開業してからは上級ビジネスホテルとしての位置づけではありますが、現在でもプリンスホテルブランドの中では筆頭格である品川プリンスホテルより先行してグループ1位であり、ビルサービスは廃止されたものの他のプリンスホテルにはないドアマンを置いています。また12月のディナーショーの会場としても有名ですよね。エントランスを入ると美しい倉庫が飾られています。老舗ホテルだけあって天井は少し低いのですが、フロントやロビーのソファー、インテリアにも重厚感があります。最近はオフィスビルと一体型のホテルも多いですが、こちらは地下1階のショッピングアーケードから11階のスパまで全てが東京プリンスホテルの所有です。1階にはメインバー、和食、寿司、天ぷら、中華、焼肉のレストランが入っています。中華料理のマロニエさんにやってきました。本日は奮発して1万6000円の極みコースを予約してあります。マロニエの由来なのですが、マンカチャンリー、お客様が常にたくさんいる、ロープクンチ、店には空席がない、リンチェジーミー、日がいつもお客様を照らす、エンインチンポ、には店には珍しいもの、数多い材料がたくさんあるという意味の頭文字を取ってマロニエと名付けられたそうです。緑の庭園を眺めれるこちらの中華レストランはアットホームな雰囲気で長年親しまれた王道の中国料理を楽しむことができます。テーブルに添えられた赤いバラのような形をしたナプキンも可愛いです。最初に冷製の盛り合わせが運ばれてきました。タケノコ、エビ、クラゲ、ホタルイカ、カシューナッツ等がおしゃれに盛り付けされています。お次はフカヒレとカンカの蒸しスープです。中国でカンカというのは乾物のことだそうです。乾燥させたナツメと椎茸が入っていました。フカヒレのお味もしてね、とても美味しいです。炒めです。スタッフの方が食べる準備をしてくれています。キンダックは炉の中でアヒルをパリパリに焼き、皮をそぎ切りにして作るそうです。小麦粉を焼いて作った皮にネギ、キュウリ、甜麺醤とともに包んで食べる宮廷料理です。待ってる間に緊張するのは私だけでしょうか。綺麗に巻かれてサーブされました。スパイシー炒めは焼かれたパン粉とガーリックの風味とスパイシーの風味がホタテの甘さと絡み合って、こちらもとても美味しかったです。そしてそろそろメインの登場です。国産の伊勢海老のチリソースに、なんかとても大きいですよ。フォークとナイフでいただきます。フォークだけでもサクッとエビの目が取れてくるぐらいの柔らかさです。チリソースもね、中華のピリッとした辛口でとても美味しかったです。芝エビとかバナメイエビとはやはり違って、大きな伊勢エビのチリソースはとても豪華な感じがしました。普通のエビでも十分美味しいんですけどね。肉のメイン料理は
牛ロース肉の強火焼き、山椒香る焼きソースです。お肉が冷めないようにお皿もね、熱々で温められていました。牛ロース肉は柔らかくてとても食べやすかったです。そして締めには土鍋で楽しむフカヒレあんかけご飯が来ました。フカヒレがゴロッと入って煮込まれていてとても濃厚なお味です。土鍋に入っているので最後まで熱々で美味しくいただけました。そして個人的なことですが、自分の誕生日ケーキを相棒に用意してもらいまして、朝食を消します。なかなかうまく吹けなかったのですが、2つの方にもおめでとうございますとお声掛けをいただきまして、こちらこそありがとうございました。コースの方にもデザートがありますので、ケーキの方はお持ち帰りしました。デザートは桜色のソースがかかった仁豆腐と中華のクリームまんじゅうでした。こちらもとても見た目もおしゃれですよね。いただきました。ごちそうさまでした。コース料理の内容は以上となります。老舗ホテル東京プリンスの中華料理はいかがでしたでしょうか。16,000円のコースと聞いて最初は少し緊張しましたが、そんなに肩肘張ることもなく気軽に利用できる雰囲気のレストランだと思います。 JCB のプラチナカードならグルメベネフィット専用の予約で16,000円の極みコースを2名以上で予約すると1名分の料金が無料になります。その他にも平日のランチであれば2400円からリーズナブルなメニューがあるようなので、よかったらチェックしてみてください。このチャンネルでは旅動画、飛行機動画、ホテル動画を不定期で配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。さようなら。